こんにちは。こんにちは。こんばんは。レミレンボーイのひなりです。たくみです。はい。今日はですね、クリスマスプレゼントをあげたいと思います。ひなりちゃんに。イエーイ。そして僕ももらおうと思います。イエーイ。ないよ。ということで、クリスマスプレゼント交換会をして。はい。今年はクリスマス旅行じゃないですか。そうそうそう。今ね、どこにいるんですか？イン金沢。デュー。金沢。デュー。入れてあげるそこに。デュー。入れてほしいところにもう一回でデューデュー、あ、もうダメだよ、もうダメデューデュー大変なんだ、もうやね、来てるじゃないんだよなのでここでね、プレゼント渡そうかって話になってクリスマス前にちょうど帰ってきちゃうから、そうだね、当日入れないよね。今年は平日だから、クリスマスが私も仕事あるし、なかなかね一日会うっていうのは難しいので、はい、もうこの機会に持ってきちゃおうと、そうだね、いうことで金沢に持ってきているので、プレゼント交換会しようと思います。で、例年通り何も決めてません。金額も物も何も決めてないね。ということで今からお渡ししたいと思います。はい、持ってくるよ。ほらワンフォーク、え、何、お、そんとそんと、こんにちは。こんにちは。ということで、はい、僕はどっちから行く？ポケットに入るくらいの。え？なんもない。ひなちゃんから行こうよ。本当？自信あるの？ある。え？いや別にないけど。ないけど。なんてクリスマス、クリスマスが来たよ。歌いたい、ヘイ。歌います。歌います。2 hours later。じゃあ行きますね。はい。私の。クリスマスプレゼントは、はい、ベベ、こちらです。何ちっちゃ。あ、でも重い。じゃあ俺も出していい？あ、出すのいいよ。僕のプレゼントはこれです。あ、でかめ。でかめ。じゃあ触れたろ。ということで、じゃあこっから開けさせていただきたいと思います。開けるときは目つぶってね。分かった。一回じゃ予想しよう。マジで分かんない。なんか財布かなと思ったんだよ。財布持ってるじゃん、もらったじゃん。分かんないよ。2個目。分かんないよそれは。そっか。でも指輪だ。あ、指輪って。でも指輪こんなでかくないか。指輪3種みたいな。3種盛りで、それにしよう。指輪3種盛り。その可能性結構高い。上で開けて。どういうこと？上で開けて。あ、ここら辺でどうぞ。ここでいい？なんかピリピリに包まれてる。あ、これ？あ、もうでももう見えるっちゃ見えるから。でも見ちゃダメだよね。もういいよいいよ、じゃあ。いくよ。せーの、ぽい。うわーうわーうわー。やったー。やった。うわー。プロ。マジ？マジ。これ変えたの？予約した。うわー。やば。これであなたもプロですやった。俺ずっと欲しかったんだよちなみに左のやつよりいいやつだもんそれ。左がずっとエアポッド使ってて、でずっとうるさかったよね。そう、エアポッドいいなって言って、僕はビーズを使ってたんだよ。なんかまあいろいろ考えてビーズかなと思ってビーズ買ったんだけど、買ってからまあひなりと比較したりしてて、わあ、エアポッドにすればよかったってめっちゃ思って、まあそれはいろいろ理由があるんだけど、ずっと思ってて、したら AirPods Pro が出たんだよね。結構 YouTuber さんで AirPods Pro のレビュー上げてる人いっぱいいるじゃないですか。それ見てて、すっごいと思って。でも値段がさ、3万円くらいでしょ。 AirPods 確か1万5000円くらいだよね。で、このタイミングで AirPods を買うか、いやでも今新しいの出てるのに AirPods Pro 買おうかなって悩んでて、でも多分買わないんだけど、それやったー。おめでとう。ありがとう。サンタさんでしょ。サンタさんすぎるねこれは。こちらです。でかいよね。いいの？もう触って分かっちゃうんじゃない？なんだと思う？分かんない。サイズ感がでもでかかったんだよね。でかいよね。なんだろう、サイズ感的にはカバンぐらいのサイズ。おー、カバンだとちょっと前にもらったし。横に置いてあるから、これここ紐ほどこう。頑張って。あ、そうそう、いいよ。はい、そうそう、こういう系か。じゃあ、いくよ。出すよ。はい。うわー、緊張してきた。でもカバンじゃない、持ってこれでも重いよね。てかカバンってかさばるよね。入らん。ってことは何？なんか割とでもでかかったね。エプロンとか。いや、ちょっとそれはどうなんだろうな。冷めてる。冷めてる。なんだろう、わかんない。すごい考えよう。でもタオルとか欲しいって言ったことないしな。いきます。はい。じゃあ自分の手目を開けてください。いくよ。ここにある？ここにある？どこにある？こっちこっち。こっちにある？そうそうそう。ここにあるの？そこに、そこの下に置いて、そう、机の下に置いて。あ、ここにあるってこと？いいよ。せーの。ないよ。こっちこっちこっち。どっちこっちこっち。こっち？いいよ。せーの。あ、嘘。え、これ本物？え、本物？え、嘘。これは、うん、新品で売り切れたやつだったんですぐに。あ、僕が買いました。めっちゃ綺麗です。それを買いました、僕は。出品されて1時間ぐらいで。めっちゃ嬉しいんだけど。イエーイ。めっちゃ嬉しい、すっごい綺麗。すっごい綺麗。今新品かと思った。めっちゃ嬉しいんだけど。中古品なんだけど、セリーヌの昔のデザインなんだね。オールドセリーヌで、そうそうそう、まあオールドグッチみたいな感じ、昔の型で最近見つけて、このセリーヌの柄、この柄のシリーズの、しかもこの形のバッグが可愛いなって思ったんだけど、昔のものだからもう新品はほとんど売ってなくて、あと値段がすごく高くて、だからなんかとかで探してたんだけど、ちょっと汚れがひどかったりとか、型崩れがひどかったりで、ね、そう、値段がすごい高いとかで、なかなかこれだって思えるものがなくて、めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗だね。待って、すごい。この状態がすごいの。めっちゃいいじゃん。めっちゃ嬉しい。うわ、めっちゃ綺麗。このね、ハンドバッグがね、かわいい。欲しかったの。かわいいじゃん。私ショルダーバッグかトートバッグしか持ってなくて、うん、かといってグッチみたいな完全にそうゴテゴテの、もうお金持ってますみたいな感じが出るのも嫌だし、超かわいい。まあちょっと中古品にはなっちゃうんだけど、でもまあ中古品じゃないと買えないものだったから、そもそも、まあそれだったら中古品でもいいかなって。しかも私多分史上一番めっちゃ見てたということで、僕のクリスマスプレゼント、明日これで出かけたい。そうだから、早めに渡したかった。めっちゃ嬉しい。撮れるじゃん、これで写真。おめでとう。ありがとう。メリークリスマス。ありがとう。俺もありがとう。めちゃめちゃ嬉しい、これは。すぐ使うもん。はい、ということで、僕たちのクリスマス企画でした。イエーイ。どうだった？やっぱいくつになってもさ、プレゼントは嬉しいじゃない。そうだね。俺もめっちゃ嬉しかったもん、これ。サンタさんが来るっていいね。来たね。うん。つけたい、早く。つけてください。はい、ありがとうございます。大事にします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで、はい、今年はサンタさん来たよーって方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。来なかったよーって方も、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。メリークリスマス。メリークリスマス。